待たせたな、クソヒゲ野郎。あんたのねじ曲がった心、叩き直してやるから。来たか。独りよがりな正義を掲げ、他人の心をもてあそぶテロリスト。どの口が言う。人々を意のままに操ろうと。人殺しの汚名まで私たちに押し気づいていない。なんだと。私もお前たちもこの腐った社会に改心の力を使い。ふざけないで。あなたの過去は知りました。今のあなたは自分勝手な改心で悪を駆逐する。本質は同じだろう。私はそれをシステム化しよう。各地にキングを生み出すことによって。どういうことだ。認知の世界が存在すると知ったとき、私はそれを典型だと思った。この腐った世界を変えるための。認知世界を使えばこの世界から悪を一掃することができる。それほどの力、使わない手はない。そこで私が欲したのは制御できる認知世界だった。制御認知世界を。私の意思通りに人々の無意識に干渉し悪を消し、そのためにより人間に近く、それでそう AI による。だから私はエマを手に入れ、沖縄の研究所で結果エマはジェイルという人の心を改心させる。エマがジェイルを作ったってのかよ。だからキングが倒れても。だがこのジェイルも万能ではない。一つのジェイルで一つの都市、それが改心を使える範囲の限界だ。世界中の人間を改心させるには多くのジェイルとキングが必要になる。そこで私は手駒を集めることにした。己の無力を嘆き、世を呪う者、そういうものに改心の力を与えるとどうなるかわかるが、危機として改心を使い始める。それをエマを使って誘導してやれば操ることはたやすい。そうして選ばれたキングを使って腐った連中を改心させる。最後はキングさえも私の制御下に置けば。それが私の描いた計画、オペレーションオラクルだ。だがお前たち怪盗団が現れ、我が輩たちがジェイルを潰し始め、だから我が輩たちを止めようと警察を。まだ遅くはない。障害を排除し、青いな、怪盗団のリーダー。お前たちではどうは。私がこのシステムを使えば。あなたが全てを決めるというの。神にでもなったつ。んなもんてめえの押し付けだろうが。おかしな理屈だな。お前たちが行う改心は、これは改心のインフラ化だ。ヒーローである私が。そんな馬鹿げた計画のために茜を。トラウマを抱えた人間をドムにし、それのどこが正義。ではお前たちなら。もしお前たちが生まれていたとして、父親に虐げられていた、逃げ場のない恐怖と苦痛にさらされた哀れな子、こうしている今も、かつての私とそうした者たちを。それはたまたま目についた悪を気まぐれに改心。だが私なら全世界を改心させ、必要なのは子供じみた正義感ではない。そんなの正義なんかじゃない。お前がしていることはただの洗脳だ。人から自由を奪い。では私とお前たちでは何が違う。人の心を変えていることに変わりはないというのに。わからないのか。何？お前の言う改心は人を牢獄に閉じ込めること。でも怪盗団はみんなを牢獄。お前は願いを奪うけど、怪盗団だから全然違う。本当、どうやらもう話しても無駄なようだな。相入れないというのなら、どちらが正義か決する時だ。
この世界にヒーローはいない。なら、作り出せばいい。大衆に正義の答えを授ける英雄よ。世界を統一し、支配するヒーローよ。それが私だ。私を阻むお前たちこそ悪だと知れ。私こそ正義の執行者、怪盗団よ。そのなんだこいつ、ロボ。オークリルス・トランペッター・ホール、クラマテング。ケリソン、いただいていく。気をつけろ。こいつ内部にすごいエネルギーを溜め込んでる。見るからに超火力って感じ。トランペッター・ホール。いただいていく。これは気の利きそうなおもちゃだ。手加減はしねえ。何来たよ。白熱突然効いてるぞ。ガンガン撃ってけ。まだまだスカルが続けて決めた。こんなもんかな。全兵装出力最大、正義の裁きを悪を貫け。食らったら絶対やばい。逃げろ。隙は必ずできる。今は回避に徹するんだ。くそ、勝て。巨大ロボとかありかよ。観念しろ、怪盗だ。我が正義の軍門に下れ。ヒーローは私だ。私が悪のない世を完成させる。代わりに夢も希望もない世界、そんなの誰も望んでない。母さんの研究。それ、これだな。助かったよ。そんなことのために使わせるか。オーバーヒートだ。チャンスだ。これだ。ありがとよ。ペルソナ。そうね。ありがとね。うまい。手に引っかっ。ペルソナ、さすがジョーカー。いただいていく。何、行くぞ。さあ、やっ。攻撃が弱点だ。強敵だから気をつけろ。システムクールダウン、リブート完了。行くぞ。手を立て直しやがった。気をつけろ。さあ、行くぞ。スキルがさ、プレスだ。すっごいじゃん。頼んだぜ。よし、ペルソナクラマテング、奪え。何、ジョーカーの追撃がヒット。全訪問解放、悪を焼き尽くせ。ちょ、追いかけてくる。ホーミングミサイルだ。なんとか振り切れないか。全訪問、それ解放、悪を焼き尽くせ。地獄から攻撃が来る。気をつけて。お前たちのやり方ではこの世の悪を一掃することはできない。だから必要なんだ、悪を生み出せる世界の新たな管理システムが。そんな押し付けのシステムなんてただの独裁と変わらないわ。自分の意思に言われるがまま、不正な生き方、もう私はしたくない。じゃあ行け。全兵装出力最大、何、正義の裁きを、悪を貫け。おいおいおい、これやべえだろ。上の足場に使えそうなレールがあるわ。これで敵の攻撃をかわせないかしら。どけよ。行くぜ。よっしゃ、無事かな。
よっと、おうやっ、うん、これだな。まだだ、私は悪に屈しない。屈するわけにはいかない。もし、その強靭な心がありながら道を踏み外すとは。理由はどうあれ、俺は茜を利用した。その落とし前はつけてもらうぜ。あいつは任せてくれ。こいつ強いぞ。白熱で弱点をつくんだ。この火力、シャレになってねえぞ。よっ、来い。踏み潰されたらひとたまりもない。一旦距離を置け。ああ、ロボは飛べ。ヘルソナ、男のロマンというやつか。ヘルソナ来い。行くぞ。いただいていく。ナイスジョーカー、弱点にヒット。さすがジョーカー。頼む。よっしゃ、ぶっ込め。こんなことはあってはならない。ヒーローが破れるなど。違う。敵ながら恐ろしい執念。ロボの時よりは。なんだこれ、さっきのロボの残骸か。それ、気をつけろ。強い衝撃を与えたら爆発しそうだ。強い衝撃で爆発。こいつは逆に使えるかもな。せいや、キャプテン、キッド、まだ動かん。いいぞ、電撃が効いてる。そのまま攻めろ。任せろ。なあ、あのロボの羽、オークリン、俺らなら止めてんじゃねえか。ホール、くらえ。せいや、来い、奪え。この程度で。効いてるぞ。この動き、ついてこられるか。なんだそのスピード、チートすぎるだろ。行くぞ。救われたの。私の差は何だ。私はなぜ救われなかった。私は作ってみせる、悪を許さぬシステムを。正しい世界を。どうしてだろう。これは、悲しいだ。だからこそ止めないと。これ以上罪を重ねる前に。ありがとうね。そうする。以上。敵が弱点だ。強敵だから気をつけろ。一掃する。以上。倒れろ。せいや、奪え。あーっと、ジョーカーかっこいい。ガナッジョーカー、せいや、任せた。わかった。これでしょ。正義の名のもとに悪を断ち切る。素晴らしい剣さばきだ。無理に攻めるな。相手の動きをよく見るんだ。あいつ、ペルソナいけるぞ。なぜだ、なぜ私の理想がわからない。この世にはびこる悪を滅する。していることは同じだろう。怪盗団、違うな。この絵、怪盗団は誰かの自由を奪ったりしない。誰かの犠牲に目的を叶える。ペルソナ、それはあなたの父親と同じよ。こいつらから目をそらすな。この絵、最後に勝つのは私だ。計画を間違えたんだ。頼んだよ。
行くぜ。私を否定するのかジョーカー、お前たちは私と同じ。俺らだって何が正義かなんては、俺らがやってきたことが絶対正しいなんて言うつ。それでもみんなを言いなりにするなんて許されるわけない。創作に没頭したい日がある、街を当てなくさまよいたい日もある、そして友と語らいたい日がある。そんな思いを捨て去られ、目の前のものに従うだけの人間、それでは運命を受け入れるだけのただの奴隷だ。あなたの行いは人から意志を奪い、人の自由。それは結局あなたのお父さんの行い、人が人であることを踏みにじるもの。私が悪だと。我が輩たちは誰にも縛られず自由に道を、己の意志で己の道。だが私が敗れたらこの世界はどうなる。この世にヒーローなどいないのだ。私だけが人々を救える。本当にそうか。私は見てきた、キングやみんな幸せそうには見えなかった。でなあ、この絵、世の中には確かに悪が溢れてる。だが怪盗団みてえに立ち上がるやつだ。こいつらの存在によって勇気をもらったやつがいる。こいつらの行動が、それもまた世の中を救う。だがお前がやろうとしたことは、そんなヒーローを消し去ることだ。そうやって与えられた平和に甘んじることが誰にとっても幸せなのか。ヒーロー、この絵、お前が本当に救う。20年前、父親を殺めてから、どんなクズでも親を手にかけた事実、一人で強くなる以外。私は父を殺し、嘘で罪を逃れ、正義を謳って目を背けようとした。そんな私こそただの悪だったら、この絵、お前の中にいるヒーローの力で、そろそろ自分を悪から救ってやれ。私を悪から救う？そうだったか。
こんな近くにいたとはな。私の負けだ。全ての罪を告白し、裁きを受けよう。エマを消去する。約束しよう、怪盗団。できることなら証明してくれ。私は私より正しい者たちに敗れたのだと。そうだったな。まずい、脱出するぞお前ら。